ジェリージェリーは一般には、ゲルの通称、あるいは特に、水分を大量に含み一様な分散状態をとる、ゲルのことである。ただし多くの場合、食品について使われ、主に、のいずれかを表す。英名ジェリーはフランス語からの古い借用語。フランス語なレイは、動詞なレイ、凍らせるのか古文詞型で、イタリア語、ジェラートと同様、元来は、凍らせたもののい、 ナレイは、同義のラテン語ジェレアに由来し、ジェレアはまた、ゼラチン、ジェル、ゲル、などの語源でもある。日本語の食品名としては、ゼリーは、様々な特定の食品を指す。近年はフランス語由来の、ジュレも使われることが多いが、こちらは、水分の多い、トロッとした食感のものを指す。アメリカ合衆国内では、ゼリーのブランドの一つ、EN、ジェローが、一般名詞化して、 ジェロとも呼ばれる。ゼリーは、果汁、ゼラチン、砂糖の組み合わせで作る簡素な生菓子を基本とする。これに、香料、果肉、乳製品、鶏卵、酸味料などを加えることで、多くのバリエーションが生まれる。ペクチンによりゲル化させたジャムをはじめ、果汁などに砂糖を多量に加えた、ゼリーなどの加工品は、糖化としても認知されており、ゼリービーンズ、グミなど、 一口大のゼリー菓子が存在する。ゼラチンの代わりに寒天を用いたものとして、ゼリー菓子が存在しており、ミスズアメなどがこれらにあたる。ほとんどが一口大であり、表面をオブラートで包んだり、砂糖をまぶしていることが多い。こうしたゼリー菓子は戦前から製造されており、茶菓子や駄菓子として普及している。また、大量調理を要求される学校給食では、 一般的なフルーツゼリーを製造する際に寒天が用いられることが多い。近年の日本では冷製スイーツの一ジャンルとして各種ゼリーが市販されている。これらの多くはプラスチックのカップ容器入りでフルーツやコーヒーなどのフレーバーを持つ水気の多い柔らかい製品である。また微量のこんにゃく粉を入れたこんにゃくゼリーや2011年から各社が 相次いで販売を始めたジュレポンズなどもある。アメリカでは果肉分を含まないジャムのことをジェリーと呼ぶことからドーナッツやスポンジケーキにジャムの入ったものはジェリードーナッツ、ジェリーロールと称されている。また、冷やして固めるタイプのゼリー菓子は商品名からジェローと呼ばれることが多い。コラーゲンに富んだ動物質の素材を煮込んだ肉汁や魚汁が冷えて、 コラーゲンが編成して生じたゼラチンの作用でニコゴリとなったもの。サラダゼリーやアスピックなどがこれにあたる。ゼリーの下地としてはブイヨンやコンソメが使われることが多い。日本のニコゴリも一種のゼリーと言える。食品としては古くから知られており、ローマ時代にはニコゴリ料理も存在していたようで、現代の肉や魚のゼラチン質を含んだブイヨンから作られる。 ゼリー寄せの原型とも考えられている。歌詞において、ジュレとして広く用いられ始めたのは、18世紀末から19世紀初頭、王政華やかだったフランスが革命を経て、変遷してゆく、時代、著名な料理人であり、聖火職人でもあったアントナンカレームによると、考えられている。当時の聖火用ゼリーにはもっぱらゼラチンが、用いられていた。 冷蔵技術の発達した現代のゼリーが水分に対し約3%のゼラチンで作られているのに比べ当時は1.5から2倍の量が用いられておりしっかりした食感であったと考えられる動物系のゼラチン以外にも植物系のペクチン、寒天、カラギーナンなどのゲル化剤で凝固させたものも広くゼリーとして称されている動物由来のゼラチンを避け 植物由来のゲル化剤を用いたゼリーを求めるベジタリアンもいる。また、恐竜病の影響で牛由来のゼラチンは敬遠されている。菓子の分野だけでなく、高齢や障害により塩化障害を持つ者に対し、液体によってむせることなく水分を補給するために、また食事を食べやすくするためにゼラチンやペクチンなどを混合して、 ゼリー以上するといった工夫にも用いられている。こうした高機能食品は高齢化社会を迎える日本では需要が高まると予想されており、官民一体となった研究開発が進められている。2007年2009年の総務省家計調査によると世帯あたりのゼリー消費量は宮城県仙台市が日本一である。ゼリーは一般に男性のある半個体であり、 触れた、際の抵抗を持つが強い圧力などによっては、潰れるという特徴がある。同様な特徴を持つ、物質、物体についてもゼリー状と称することがある。科学的には、コロイド溶液のゲルである。科学などで、ゼリーという場合、ゲルの内水分を豊富に含んだゼリー状の物質である。食品のゼリーもこれに当てはまるが、それ以外には、以下のものがある。 ありがとうございます。